き色がついてきました。これでね、入れていきます。煮て今20分。砂糖ですね。泡立ってきたら、はい、こちらで豚の角煮の出来上がりです。うまそう。ネギは調味料。はい、皆さんお久しぶりです。お待たせしました。さあやっていきましょう。今日は角煮です。中華の角煮、本格的なね、角煮だけども、手軽にできるという、はい、角煮を作っていきます。よろしくお願いします。まずはたっぷりのお湯に、角煮で使う、はい、じゃん、豚のバラ肉ですね。皮付きのねバラ肉とかあればまたそれはそれでいいんですけど、なかなか、スーパーとかにね皮付きないので、普通の三枚肉、バラ肉を入れます。はい、それをたっぷりのお湯にねボイルしていきます。はい、たっぷりのお湯に入れて、沸いてきたら20分。まずね豚肉を、ボイルしていきます。今これボイルして、ボイルだけで20分ですね。20分炊いた、たった豚のバラ肉を一度これねお水に入れて、少しこう周りの汚れやら油やらをね取ります。キッチンペーパーにとって、これで水気をしっかりね取っていきます。そうしたら角煮なんでね、四角く切っていくんですけど、こういう感じでね四角く、そしたらこういうボウルに、お肉を入れて、醤油ですね、醤油をまぶすと、全体にねこの醤油をまぶします。そしたら先ほどの醤油まぶしたねお肉をこっちで焼いていきます。で、あの四角く切ってあるんで 1,2,3,4,5,6 全部で6面あるので、6面全部ねしっかり焼き色がつくまで焼いていきます。どうしてもねボイルしないで生のまま角煮を作っていくと、どうしてもこのお肉がね形が崩れてったりしちゃうので、でどうしてもね旨味も全部逃げてっちゃうので、できれば、ね、ボイルしてから切ると四角くね綺麗に仕上がります。火はね今このぐらいです。6面すべてにね焼き色がついたら、これでしっかり煮崩れもしないので、もうお店だとねもうこのまま大きい油で一気に揚げちゃうんですけど、家庭だとねやっぱそれは危ないので、しっかりねこれでも結構油が落ちてくるのでね、まあ、こんな感じでしょう。しっかりね焼き色がついてきました。そしたら一度バットに火を止めてね、バットに移していきます、はい、そしたら今度あの先ほどの焼いたお肉を今度煮ていきます。煮ていく前に、お砂糖をね今日はちょっと焦がしてカラメルを作って、ちょっとこう苦味があるね、苦味とちょっと深みを出すためにカラメルをねちょっと作っていきます。ちょっとポイントですね、これね、これ砂糖です。はい、砂糖をなるべくちょっと全体にね伸ばして、これまだ火ついてないですよ。でこれで火をつけます。でフライパンにお砂糖を入れて今強火にすると、周りからこう砂糖がね少しずつ溶けてくるんですよ。で溶けてきたら
ちょっと弱火に落とします。これもうこの時点でも熱いんで気をつけてください。この、ね、こうなってきたら周りから少し色づいてきたの分かりますか？よくプリンとかのカラメルとかね、こうやって作るんですけど、だいたい弱火でね、まあ、2分ぐらいやってきたら、こういうちょっとカラメル色になってきたの分かりますか？これ泡が出てくるんですよね。泡出てきたらちょっと火から外してください。これずっと火つけておくとどん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 火が上がってきて真っ黒焦げになっちゃうので、そこまでいっちゃうとちょっと苦すぎるので、泡が出てきたら一回外してあげると。ちょっとね、今これフライパンも黒いから色がちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こうお砂糖が焦げたね、こういうカラメルの色、ちょっと深い色になってきたところまで、で火を止めて、はい、このぐらいの色です。そしたらそこにお水ですね。水入れます。でまた火をつけて、で先ほどのカラメルは今鍋底にこう固まってるんですけど、今お水入れたんで当然砂糖なんでね、この固まるんですけど、でまた火を入れてそれを溶かしていく。そしたら先ほどのカラメルが溶けてきました。これまだカラメルにしてお水入れただけなので、カラメル水だけですね。でそこに先ほどの豚のバラ肉、これね入れていきます。八角ね、八角、スターアニス、それからこれがシナモンね、ニッキー、シナモンを入れます。それから、まあ、ネギの多いところ、それから生姜、沸いてきたらまた、20分このままにしておきます。それでは、今カラメル水で豚のバラ肉だけを煮て今20分ちょうど経ちました。あとは中に一緒に八角とニッキもね、香辛料も入れて、そしてここに、砂糖ですね。それからこれが紹興酒、なければお砂糖でもどうぞ。それからこれが醤油、濃い口ですね、醤油。薄口だとねちょっとしょっぱくなっちゃうのでね、入れてこれでまた沸かして、ちょっと火を落としてね、沸いた状態で15分から20分煮ていきます。さあここからもうほぼほぼね完成に近づいてるんですけど、取ったね薬味をここで外していきます。ここからねどんどん煮詰めていくの で結構ね皆さんね角煮作るとき結構自分の分量で入れてると思うんですよね。煮始めに醤油とかを入れてしまうと、これどうしてもお肉が柔らかくなるので硬くなってきちゃうんですよね。どんどんこの醤油も詰まってきてお肉の周りが硬く仕上がってくると、で初めのうちに砂糖とか醤油とかで味を決めちゃうと結局煮込んでいくので、どんどん煮込んでいくうちに途中途中味見しながらね、どん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 なんか分かんなくなってくること絶対あると思うんですよね。さあそういう時にで僕まだこれ煮込み始めて多分一回も味見してないと思うんですよ。中に入ってる調味料は醤油と、まあ、砂糖、それから紹興酒ですよね。でこの割合だけを間違わなければ、あとはお水なので味が薄かったらどんどん詰めていけば水分は飛んでいくんで、これ醤油とかが飛んでるわけじゃないんで、だから砂糖と醤油、酒、これ全部今1対1対1なんですね。この分量だけは間違わなければあとは水足して詰めていくんで、残るのは砂糖と醤油と、まあ、お酒がね詰まった味付けなんで、まあ、1対1を崩さないようにして、これをなんか砂糖だけいっぱい入れてとか、ちょっと甘くなっちゃったから醤油入れてとか、なんかだんだんやっていくうちにわけわかんなくなってきちゃうので、
最後の最後のこのぐらいになってきたらここで初めて味見をすると。それでまあ1対1なので、まあ、あとは詰めれば自然とあのとろみもついてくるので、ここで最後強火にして、一気にね煮上げていきますね。なんとなく言ってる意味分かりました。角煮はねもう初めの段階なのもう味見も何もしちゃダメです。もうまず豚肉をいかに形をきれいに煮込んでいくか、柔らかくなっていくか、そこに集中してください。全集中です。もうあとはひたすらこれを水分を飛ばしていくと。水分を飛ばしていって、醤油、砂糖、紹興酒がね詰まったちょうど甘辛いタレがね出来上がってきますんで、もちろんねお肉だけこう柔らかく仕上げてタレは別で作って、こう水溶き片栗粉とかで、ね、止めるっていうのも、そういうやり方もねあの場合によっちゃあるんですけど も, もう今日のねこの角煮の場合はもうそのままタレも一緒にね仕上げていきます。はい、今強火でねどん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 詰めていって、もう今こんな感じですよ。初めにね砂糖をこう焦がしてカラメルに色にして、こうちょっと焼けたようなねこう色深い色合いがね出てくるんですよね。醤油だけだとねどうしてもこういう色合いが出てこないんですけど、カラメルを入れすることによって濃い味わいが出てくると。はい、でタレが煮詰まってきてちょっとこう泡立ってきたら、これもうねお皿に持っていきます。青み、青いものね、これ何でもいいですよ。小松菜でもほうれん草でもブロッコリーでもね。そしたらこのタレねまだちょっとシャバシャバなんで、これもう一段階、はい、こんな感じでもうソースがね泡立ってきたら、はい、こちらで豚の角煮の出来上がりです。うまそう。じゃあいただきます。見てください、このテリテリのふわふわのカクカクですよ。いただきます。うん、柔らかい、柔らかいというか歯ごたえがしっかりあって、タレとの相性も抜群です。ビールです。うん、これは多分お家で作ったらあのお父さんびっくりだと思いますよ。お父さんが作ったらお母さんびっくりだよ。お母さんが作ったらお父さんびっくりじゃん。まあどっちでもいいんだけど、子供もびっくりですよ。ぜひこれはちょっとね自分で作ってちょっと言うのもあれですけど、いいと思います。次回は久々のあのシェフが行くならこんな店やりたいなと思います。これだけで20分ですね。油やらをねしっかりね取っていきます。ちょっとこっちで焼いていきます。で黄色がついてきました。そしたら一度バットにこうお砂糖が焦げたねこういうこれね入れていきます。八角ね、それからこれがシナモンね、ニッキーシナモンを入れます。まあ、ネギの多いところ、生姜煮て今20分、
砂糖ですね。それからこれが紹興酒、醤油。泡立ってきたら、はい、こちらで豚の角煮の出来上がりです。うまそう。うん、タレとの相性も抜群です。ビールです。